この間の撮影、すごく手応えあったな。シャオ、今回は今までで一番いい君が撮れたと思う。嬉しいです。まあ組んだの2回目だけど。だとしてもそう言っていただけるなら。君にこの役を引き受けてもらえてよかった。ただ申し訳ないのは、きっと君のことを嫌いになる人が増える、そういう役だからね。そう演じましたしね。本当の君はいい人だ。観客騙してやろう。はい。悪女役でも演じられることが嬉しい。前よりお芝居するのが楽しくなった。お前はただ有名になりたいのか、それとも優秀な役者になりたいのか、どっちだ。もし突然のお電話申し訳ありません。リー・シーウェイです。シーウェイさん、お電話番号を調べさせていただきました。ご用件は？今度の週末お食事でもいかがでしょうか。申し訳ありません。お仕事ですか？トップスターじゃなくても彼らは狙ってくるのよ。ネタなんかフェイクで何でも作れちゃうんだから。お食事する理由がありませんので。ではパーティーであなたにお貸ししたハンカチを返していただくというのはどうでしょう。これを。それではすぐに郵送いたします。とても大切なハンカチなので直接受け取りたいのです。お願いします。いらっしゃいませ。スコルピオにようこそ。スーシャオ様でいらっしゃいますか？はい。コートをお預かりいたします。ありがとう。卑怯な手を使ってしまい申し訳ありませんでした。自覚はあるんですね。ここは会員制で客のプライバシーを絶対に守る場所です。安心してください。そうですか。顔を知られていたみたいだったので。ああ、それは私が顔を隠して入ってくる女性があなただと教えておいたからです。ただもうすぐ皆があなたを知ることになる。大切なハンカチありがとうございました。さぞお高いんでしょう。値段ではありません。大切なのはあなたとの思い出が詰まっているからですよ。ちょっと怖い。怖がらないで。冗談が過ぎました。読まれた。超怖い。改めて本日の件は本当に申し訳ありませんでした。どうか機嫌を直してはもらえませんか？別に怒ってません。こういう顔なんです。では用は済んだので。お待たせいたしました。軽めにしておきましたから食べていってください。今日あなたをお呼びしたのは専属契約の件です。それははっきりお断りしました。ええ、その時にまたチャレンジしますと。私たちはあなたにヒロインを演じていただくシナリオを3本用意しました。いずれも名のある脚本家のものです。まずい、ひとまずいや、もう出てください。もしもし、今どこにいる？出かけるときはサンディに行き先を伝えろと言ったはずだ。知り合いと食事。この前隠し撮りされたばかりで何を考えている？それは大丈夫なとこ、すぐに帰るから。場所はサンディを行かせる。大丈夫、本当にすぐ帰る。いらっしゃいませ、スコルピオへようこそ。聞かれた？もしもし、本当に大丈夫だから。切れてる。いかがでしょう。こちらが用意した3本の作品に出演すれば確実にシャオさんのキャリアはアップします。ええ、そうかもしれませんね。シャオさん、私は本気であなたをプロデュースしたいと思っています。はい。どうしました？何か気になることでも？あ、いえ、すみません。先ほどの電話ですか。彼氏とか？違います、そんなんじゃありません。やっぱり帰ります。お金はちゃんと払いますから。なるほど、理由が分かりました。え？ジェイ様、お待ちください。申し訳ございません。お止めしたのですが。いいんだ、下がって大丈夫。これはファンジェンさん、奇遇ですね。リー・シーウェイさん、ちょっと飼い猫が迷い込んでしまったようなので連れ戻しに来ました。それなら他を当たった方がいいのでは？ご覧の通り、この席に猫はいない。うちの猫は化け猫でしてね、よく人の姿になって悪さをするんです。これついこないだ見たやつ。どうです？ご一緒に。結構。なぜ勝手に出歩いた？ごめんなさい、私が無理に呼び出してしまったのです。このようなことは二度としないでもらいたい。さあ帰ろう。失礼ですが、彼女のプライベートまで監視する必要はないのでは？彼女は私のものだ。私のもの？彼氏はいないと聞きましたが。私が契約して面倒を見ているという意味です。ちゃんとそう言ってよ。知りませんでした。ジェンさんは芸能事務所まで始めていたのですか。5分前に始めました。少しばかり情報が遅いんじゃないですか。私も多忙なので価値ある情報だけを耳に入れるようにしているのです。ちなみに彼女に彼氏がいないのは、近づく虫をすべて私が払っているからです。いろいろな方法で。ちなみに虫の中には美しい花の繁栄を手助けする者もいるそうですよ。ご存知でしたか？これ私どうしたらいいの？あら、ハニーたちこんなところにいたのね。サンディちゃん。サンディ、シーウェイまで。何よ、楽しそうじゃない。食事会ならなんで私も誘ってくれないのよ。あなたシャオちゃんに何もしてないって言ったわよね。ごめんねシーウェイ、ちょっとこの2人と大事な用事があるの。連れて帰るわね。あ、ちょっと待って。さっさ、じゃあね。お料理の方はいかがなさいましょう。もちろん最後までいただくよ。スカウトされていたとなぜ言わなかった？余計な心配をかけたくなくて。それにその件はちゃんと断った。シャオちゃん、今度からそういうことは自分で判断しないこと、全部教えて。はい。この前のことで懲りていないのか。自覚が足りないと自分で言っていたよな。自覚もしてたし、気をつけてた。長居するつもりだってなかったんだから。行くこと自体が間違ってるんだ。食事までしていたくせに下手な言い訳をするな。好きで食べたんじゃない。今日飲んで食べてた。出されたものを何も考えずに食べるなんて、それこそ野良猫だ。私は猫じゃない。野良猫だ。変態。バカ猫。ド変態。野良バカ猫。いい加減にしなさい。シャオちゃん、ジェーンはあなたのことが心配だから怒っているの。わかるでしょ。今度のことは本当に反省してます。同じ失敗をしなければいいのよ。ジェーンももういいわね。ああ。ウォン監督から連絡があって、霊想の地の編集が終わったみたい。今から確認してくるから、ちゃんと仲直りしておいて。いいわね。はい。今度こそ本当に気をつけるから、迷惑かけちゃってごめんなさい。わかった。いや、言葉だけじゃ誠意が見えないな。こういうのいつ買ってくるわけ。どれがいいかな。これかな。どんどんエスカレートしてる。変態が止まらない。どうした、この家でのお前の役割を忘れたのかな。そんなの役割でも何でもない。そもそも猫のコスプレの契約って何なんだ今更。ずっと思ってたけど、今また急に頭にきたの。何なのよ、暇さえあれば猫猫猫猫って。私はあなたの飼い猫でもなければ所有物でもないのよ。もっとちゃんと女性として扱えないわけ。いつまでこんなことさせるのよ。俺はお前に契約してくれと頼んではいない。お前がこの関係を望んだんだ。そうだ、私が言ったんだ。面白くない。私は一体何を悲しんでるの。シャオちゃん、おはよう。昨日全然眠れなくて。どうして？変な妄想しないでくれる？なんだ残念。もしかして仲直りしてないの？気まずいから会いたくない。会いたくてもジェーンいないでしょう。聞いてないの？今日からまた撮影でホテルに泊まり、もう家出てるはずよ。そっか、いないのね。なんかいつもと違うこじれ方ね。ちょっぴり困ったわ。誰か助けてくれないかしら。あら、リーエンだわ。もしもし、どうしたの？え？はあ、言わんこっちゃない。大丈夫？あなたも今日から撮影でしょ。そりゃそうでしょうね。え、本気で言ってるの？それはもちろんこっちとしては願ってもないことだけど。待って、本人に代わる。シャオちゃん、リエンが話したいって。私と？もしもし、お電話変わりました。シャオちゃん。リエンさん、どうしたんですか？熱出して動けない。40度。もしかして風邪ですか？風邪じゃないって言い聞かせて、病院行かなかったら悪化しちゃった。気の持ちようって話は。というわけで、シャオちゃん、私の代役お願い。気がつけば今日も午前2時。ぬくもるソファー、しばしさよなら。メイクを落とせばいつだって素直になれるの。悩み